明るく美しい水程度を山川は、吉野川最長の支流であり、吉野川水系の一級河川である。愛媛県と徳島県を流れる。名称は、別種道山を流れていることに由来する。古くは、砂金が取れたことから金社川と呼んだ。愛媛県から徳島県へ流れる川であるため、徳島県内では、伊予川の異名を持つ。 愛媛県新居浜市別市山の冠山に源を発し、愛媛県四国中央市富里町、近社町、新宮町を経て、川口地区で吉野川に合流する。流域の地質は、南側編成帯であり、結晶変岩の川底は明るい緑色を呈する。同山川の流路延長はそれほど長くはないが、流域は夏季にタウであるため、富里ダム、柳瀬ダム、 シングルダムからの分水は、雨量が少ない四国中央市北部の製紙工業用水や農業用水として欠かせないものになっている。一方で、シングルダムの下流となる山城町では、水流が少なく、水無し側の様子を提示しており、水質汚染が進んでいるが、山城町内にある四国電力の西遊ダムの水利権の更新とともに、下記及び冬季の間一定量の水量を常時、 放流されるようになった。また、随時河川の水質汚濁を解消するため、シングルダムと西油ダムの間に調整石が建設された。ありがとうございます。